どうも皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日は、よくジャケパンとか聞くじゃないですか。ジャケパン聞きますね。ジャケスラとか。ジャケスラ。あいつは何やっていう。なんだろう、うん。ジャケパン。うん。ジャケパン。よく耳。ジャケパン。よく耳にするけど、一体何なんやろなっていうやつです。はいはいはい。何から買ってとか。うん、実際分からんとかあると思うんで、ええ、まあ、一番基本的なじゃないですけど、なんか定番的な合わせ方なんかですね、はい、うん、あの色と柄と合わせ方みたいな、その3つの感じで、うん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 、あのいきたいなと思います、はい、どう、はい、OK、 いきましょう、いきましょう、うん、で、まずは色、色、はい、何色がええっつって、カラーですね、カラーありがとう色、色で、あの、はい、もうこれも一択でいいっすよ、もうほんまに、うん、もうあのジャケットは紺、あ、はあ、はあ、はあ、パンツはグレー、グレー、うん、もう何も考えてこれでいいっす、手っ取り早いですね、わかりやすいでしょ、すっごいわかりやすいですね、うん、これが一番多分定番です、上紺下グレー、うん、これでいいです、で上はこの紺、はあ、ノーコンですね、ノーコン、うん、でこれグレー、なるほどね、の組み合わせでジャケットパンツの組み合わせで一番定番的な、装いができます、うーん、はい、でこれ紺とグレー言うても、ええ、色の明るい濃いあるじゃないですか、ありますあります、これで印象って変えていけるんですね、うん、ほう、でざっくり言うとこれ濃い方になると、はい、ここ上と下の色ってそんな差なくなるじゃないですか、そうですね、スーツに近づいていくんですね、うん、あ、なのでちょっとドレス感が高くなるというかフォーマルじゃないですけどスーツ寄りになっていく、はい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 、なので割とスーツジャケパンやねんけど、はい、ちょっとちゃんとした時寄りの方に着ていく、はい、なるほどなるほど、うん、きっちりしたジャケパン、そう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 、うーん、スーツほど硬くないねんけど、はい、そんなに柔らかくないっていう、なるほどなるほど、色の濃いやつを選んでいきますね、なるほどね、あ、シックにいうことですか、そうそうそう、で逆にこう明るくすると、はい、こんな感じの組み合わせになるんですね、結構明るいですね、もうめっちゃ軽快になりますね、軽快なんじゃないですけど、うん、うんうん、なんかすごい、そうですね、でちょっとカジュアル感が出たりするので、うん、そういう時の装いしたいなっていうんやったら色を明るく、なるほどね、で、まあ、あの紺とグレーも中間のやつがあるんで、はい、これぐらいでしてもらったら、あ、もうさっきの足して2で割ったような感じ、そうそう、間ぐらい、そうですね、ざっくり言うとこんな感じですよね、色の感じ、うん、こっちがくしゃくしゃやね、すいませんこっちがちょっとフォーマルな感じで、うんうん、金子くんの方が明るめ、ちょっとカジュアルじゃないですけど、うん、この色の濃い明るいの組み合わせで印象変えれるので、うん、その場に合った、着方をやってもらったらいいんじゃないかな、もうそこまで考えたことなかったっすね、簡単ですね、もうめっちゃ簡単、いや、うん、僕も実際やりますよ、うん、ジャケパンは、ね、紺で、今日はベージュですけどね、うん、グレーもやりますけど、うん、確かにそうそう、明るめで合わせるとほんまにカジュアル感表に出るかなみたいな、出るでしょ、濃いめで合わせるとやっぱシックになるから、そう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 、シック、うん、ね、そうそうそう、うん、うん、もうやめとこうかこれあの例えば、うん、僕今日まあ、結婚式に出席ってなるとやっぱりきっちりした方がいいかもしれないですけど、うん、二次会とかってちょっと緩めになるじゃないですか、そんなんとかってジャケパンでも僕全然あれなんちゃうかなっていうのでお客さん提案よくしますもん、うん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 、その時はあんま僕こう考えてなかったっすわ、なるほどなるほど、明るめ同士でいったら結構警戒とかっていうよりも、そう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 、もう上コーン下グレーやったら大体いけますよみたいな話になりますけど、でもこっちで行った方が清楚っすわね、そう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 、ポケットチークも白っぽいので、そう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 、祝いの感じを出す、うん、そうそう、祝いの感じを出す、
そうセレモニー的な、そうそうそう、うん、でこれで結婚式はあんま良くないですね。うん、そういうことですね。中間の色、でもディレクターズスーツ風に行くやったらありちゃう、 ありかもしれないですね。まああのビジネスシーンじゃないですけど、うんうんうん、お仕事で使うんやったらこれぐらいのやつが一番いいんちゃうかな。でまあそのね職場の雰囲気とか自分のこうキャラクターで変えてってもらったらいいんちゃうかなって。これが色ね、色味ね、色味、はい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 。で、うん、あとはもう自分の中でアレンジです。ほう、これをベースにして柄を入れていくとかね、はい、ああこの生地そのものの 柄ですか、うん、色柄これで柄の合わせ方で言うと、うん、あれですね、いっちゃやったらあかんのが、はい、その柄と柄の組み合わせね、柄、オン柄、例えばパンツをストライプ、ジャケットを格子柄、ちょっとガチャガチャするので、しんどなるやつですね。そうそう、どっちか、うん、どっちかにしといてください。どっちか無地、うん、そうそう。よう見るのって、うん、下グレーのパンツのそのグレーの方を柄っていうパターンね。柄でもいいです。これはよく見るかと思いますわ。チェック系。うん、だからどっちかを無地にする、うん、まあ基本的には多分この無地同士の組み合わせが一番やりやすい、うんうん、中も合わせやすい、うん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 、で次入れるんやったら格子柄ね、格子柄ね、うん、はあはあ、が一番やりやすいんじゃないか。なんかストライプよりもちょっとカジュアルな印象が、うん、ありますね。そうです、ちょっと柔らかい目にいいんかなと。であとはそのストライプでもあんまりこう幅の狭いやつあるじゃないですか。いかにもスーツみたいな、スーツちゃうかなっていうやつよりは、はい、もうやるんやったらすごい幅広いやつ、あちょっといかつめぐらいの感じのやつですか。そうそう、派手やなっていうぐらいのストライプの方がなんかジャケットらしいのでちょっとカジュアルっぽくなるし、あなるほどね、なのでするんやったらちょっと幅広めなやつ、ね、がいいんじゃないかな。スーツとして上下着る分には派手になるけど、うん、ジャケットだけで一定下は無地のシンプルなんで合わせる、うん、そう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 、ね、あとはそのデザインで変えてってもらったらよくて、うん、なんかまあ胸のポケットとかは箱とかでもいいんですけど、うん、こう貼り付けのこうアウトポケットね、してみたり腰のポケットをこう変えてみたりとかするとちょっと変わってくるのかな、うん、よりカジュアルに出すか。そうそうそう、仕事やったらまあスーツっぽいデザインではあるけど、うん、その色味だけで遊ぶっていう雰囲気ですよね。遊ぶだけは思い切り遊んでね。あとなんか変えるはどこ変える？あーどうでしょうね。絵のっていうのは、まあ例えばこの袖のボタンを、うんうん、あの重ねて重ねて重ねてそうですね、ちょっと重ねてみたりですとか、まあ、あのそういうワンポイント、例えばスーツではいつもはしてないけれども、まあ、ジャケットなんでということでしたり、はい、まあ、少しこういう細かいところで、まあ、違いをつけていったりしても、あ、まあ、あのちょっとね自己満足の嫌いはあるかもしれませんけれども、うん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 、そうですね、うん、まあ、ジャケットマンスタイルならこういうのもできますしね。ああね、はい、で、その柄をいくんですけど、はい、柄いきます、はいはい、柄はそんな感じね、ええ、どっちか無地の方がよくて、はい、入れるんがいいんやったらもう格子柄入れてもらって、うん、ちょっと変えたいって言ったらストライプの柄でもいいでしょうし、うん、で袖口はまあ重ねボタンにでもにして終わる、でそれでいいですね、はい、で、はい、まあ柄としてはそんなところです、はい、で次その着こなしじゃないですけど、はい、ポイント的なものもあって、うん、その素材ってあるじゃないですか、はい、こうパッと見の肘の素材ですか、そうそう、うん、でこういうなんかつるっとしたあるやつでも分かりやすく言うと、うん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 、表面がこうざっくり折られてない、はい、こう綾織りやったり平織りやったりでもいいんですけど、ええ、こういう素材を選ぶとよりビジネスっぽくなるんですね。ああ、つるんとしてる方がね、そう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 、ドレス感高いですよね。お仕事で着はんねやったらこれ全然いいと思うんですけど、うんうんうん、ちょっと休みの日にジャケット着たいなとか、うんうん、全然これでも着てもらって全然いいんですけど、うんうん、よりっていうやったらなんかこうカサッと折ったらすっごい何よりっていうやったっけ、うん、
これな上のコーンですね。そう、はい、ちょっとザクッとしたポップサクね。でそういうやつもあるので、うん、そういうやつを選んでもらうとか、あと今からの季節ちょっと毛足の長いやつを選んでみる。ああ、はい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 、ちょっと毛羽っぽいやつね、はい、そう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 、フラノ的なね。そんなんを入れていくと、うん、なんかあれあの人ちょっとちゃうなっていう感じのやつができたりするので、冬感を、そうそう、季節感の出る、うん、季節感ね、はい、これね、こういうネクタイとかもやりやすくなってくるので、ね、ウッドコのやつですから。ウッドコのやつでしょ。そうです、そうですね。これもね、前僕らね、これね、前紹介されたやつですね。うん、これ、うん、でこういうやつね。だから、はいはい、ほんであとこういうこうざっくりしたやつやったり、うんうん、これね、さっき言ってた、はい、何折りやったっけ、そうそうそう、うん、それ折りとかにするんやったら、シャツもそのつるっとして光沢のあるやつじゃなくて、なんかオックスフォードじゃないですか、割とこうザクッとザクッとしたやつやったり、はいはいはい、なんかこうカノコ素材やったり、うん、さっきやったらネイル素材とか毛足のやつあるんで、それの組み合わせでいくと。なるほどね。ちょっとなんか違うやん、色は一緒やけど、はい、あれみたいな、芯から合わすっていう感じ、ね、見かけよりかはその素材感でも、そうそうそう、ベースは定番の色柄やけど、うん、素材で変えていくっていうのも面白いんじゃないかな。それはおしゃれですね、うん、素材にもこだわるはいいですね。こういうこう平織りとか綾織りとかのやつだったら、うん、そのいつものやつですね、うんうんうん、綺麗なワイシャツですね、はい、そういう組み合わせ次第でこうすごく広がっていくのが、そのジャケパン、ジャケパン、ジャケスラとかいうやつ、だスーツに飽きたとかって人は、まあそんな着方すると楽しいですよね。楽しいですよ、ほんま楽しいですよ。見てこれ、これはね、上級者ですよね。そうですね、あのベストも色違いだし、そう全部変えてますけど、これでも基本に忠実やと思いますよ、うん、あでもさっき言ってたコントブレ、うん、でもパンツベージュやろ。そうそう、なんかボタンもメタルボタン、Yes. 今年流行りやもんね、メタルボタンね。Yes. ね。でベースとしてこういうのは上級者ですけど、いずれこういう合わせ方も全然いいですよね。うん、僕ねこれ結構こだわってて。シャツ可愛いな。ウッドコのやつです。あのちょっと季節感を取り入れようかなと、うんうん、はい、その夏でも メタルボタンでもありなんですけど、冬場で結構これ肉厚な素材なんで、うん、もうよりちょっとこってこてにいったろかっていうので、まずメタルボタンをつけたんですけど、仕様、うん、は一応スーツですわ、うんうんうん、まあ、ここに合わせのこれみたいな、うんうん、あっていうここですね、うん、ボタンと裏地ですね、うん、でベストね、うん、これさっき杉本マネージャー言わはったように、うん、ディレクターズのノリです。ああなるほど、はい、ちょっとフォーマルな感じ、フォーマルなニュアンスを取り入れつつなんですけど、うん、ちょっと冬感欲しかったんでレザーボタンですよ。やんまや、レザ ー, ー、へえ、面白いね。ちょっと廃盤になってもたんですけど、人気人気すぎて、ネクタイはもうあれですね、何だっけ、あさっきのね、そうです、シルクツイートのやつですかね、うん、そうですね、うちの新作ですわ、この前動画で紹介したやつ、からの、ね、少々ってやつです、こっちや色味言うてね、うん、もうこうやっていろいろ遊べるんじゃないですか。そのジャケパンの方が僕遊べると思いますよ、中のシャツネクタイは、そうそう、ほんま無限やと思いますわ、うん、あのさっき言ったのは最低限のルールじゃないですけど、例えばそうですね、柄好きないとか、うん、それ以外やったらもう何やってもええと思う、ね、うん、ありですよ、その痛み合ってればそれでいいので。そうです、答えはないんですよ、答えないですよ、ほんまに、そうそうそう、だからあの割と楽しんでこう、うん、いろいろね、そうですよ、やっててもらってはいいんじゃないかな、いやポーンとやったよ、いけますよ、全然ありやと思いますわ、ね、うん、いろいろ遊んでもらったら、基本的な、合わせ方ですけども、うんうんうん、ちょっとでも参考になればと、そうですね、思います、はい、ということで、はい、ジャケパンの基本的な色柄、合わせ方、そうです、はい、で若干デザインも取り入れつつ、そうそう、ね、うん、こうね、そうですねこういうのですね、はい、はい、以上です、はい、はい、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございます。
オーダーチャンネルを面白いと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマホの方は動画の概要欄から、 PC の方はこちらにあるボタンからチャンネル登録をお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。